ハロー YouTube、 こんちくわ。秋の味覚、これはね、数玉ちゃいますね、まんちゃんライフ、ライフです。秋の味覚御膳、ちょっと時にはちょっと贅沢すぎ。これ500円なんですね。49パーなんですよ。消費税入れたら 537.84 円。ちょっと今の私にはね、贅沢ですわ。もっと安いのないかな思って探したんですけどね、やっぱりこの500円程度かな。あって400円ですわ。私の今の身分ではちょっと贅沢すぎ。こんな贅沢すぎ。ちょっとね、映えるかな思ってね、買っちゃいました。映えるかな思ってお茶もね、凍らしとったけど溶けへんし、貧乏症だから、これもうわずかやから、ちょっとこのまま呼ばれますわ。はい、いただきます。映えるかな言うてね、あれインスタで言うねんね、映えるとかね。これ何キロカロリーや、これね、593キロカロリー、だからまずまずですわ。幕の内にしてね、お弁当を買われたら幕の内にしてね言ってね、薬剤師ちゃうわ、栄養士の先生に言われてますんで、ね、はい。何これ、これ何、これ何、いい、これな、あ、なんか買い取った、サンマの竜田揚げでしょ。サンマの竜田揚げ、広島産カキフライ、カキフライ、わからん。雪国舞茸の天ぷら、これ舞茸の天ぷら、舞茸をええ言うて教えてもったからね、見えます、これ舞茸の天ぷら、ここ舞茸の天ぷら、せいろ蒸し赤飯、これが赤飯、せいろ蒸し赤飯、紅白、赤春、紅はるかあんのおはぎ、おはぎや、これ紅はるかあんって沖縄のなんかそんなんやね。へえ、いただきます。これで500円安ないっすか。ご飯系少ないわ。ご飯こことここだけですわ。映えるかな思ってね、今の若い子は映えるとか言う。あ、ご飯ここもあった、3カ所、ご飯3カ所ですわ。今の子は映えるとか言うねんね。私も最近ちょこっとだけインスタとね、 TikTok やらせてもらってんねんけど、まあわからん。難しい。適当にはやってんねんけど、ほんま適当や。私ね、なんか理屈を知りたいたちなんですよ。またもうこの年になってきて、それがもうなんかもうガンガンなんかその思考じゃないわ、その思考、そなんかそれがひどなってきてね、理屈を先知りたい。こう直感でとかあんま要しませんね。だから
だから何人かの人がね登録してくれてはんねんけど、そういう方も自分でやっておられますやん。だからそういうのの見方も全然分かれへん。どうやって見たらいいんかな。ほんま難しい。初書き、今年初書き初書き言うてあのクソ書きみたいね。まあ美味しい。ゆっくり終わりますわ。はい、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。うん。ということで、ね、終わりました。美味しかった。マジで。これ500円絶対お買い得です。美味しい。っていうか、女性向きやね。元弁当屋さん。女性弁当屋さんやけど弁当屋のお手伝いしとった。これね女性向きなんですよ。このいろんなね、これ9つに分かれてますやん。こういうのは女の人が好むんですよね。男はあのなんちゅう単品言うかな、とんかつだけとかね、南蛮漬け、南蛮漬けはないか、なんとかなんとか柏のなんかみたいな、ドーン入ってるのがいいんですよね。女性はこう彩り、あやどり、彩りっちゅうかな、彩り弁当みたいなのがお好きということで、はい、あ、ほんで溶けました。俺めっちゃ早いですよねこれ、言うても早い。これ真夏やったらもう速攻で溶けとるんですよね。いや溶けてないわ、あんまし。はい、ということで、あの隣ね、あの今ここ隣いうか隣の土地、土地いうんですか、隣、まあ、隣今工事やってましてね、でもうだいぶできて、なんちゅうの、今はホロいうんですかね、かぶせて今やってはるんですけど、昨日かな、なんかでっかいトラック、もうバカでかいトラックバーンついて、何が入ってんのかな思ったら、なんちゅうたらいいかな、発泡スチロール言うてんですか、なんか発泡スチロールのでかいのみたいな、あれ多分こう壁にこう差し込んでいくんですかね、よう分からんすけど、もうそれがもうめちゃくちゃでかいトラックですね。めちゃくちゃもうロングのでかいトラックのあれがもう満載入っとんすよ。ねえ、もでこれ全部下ろすの思て、ほんならもう結構まあまあ腹出た おっちゃんがね下ろしてはるんですよ。それ1枚ずつ大変やけど、何枚か持ってね、でこう地べたにこう積んでいってあるんですよ。これ全部下ろすの思って、思っとったらね、全部じゃなかったんですよ。その隣にはまあ何枚か、まあ、やったら30枚か40枚かそれぐらい下ろしあって、で残りまだいっぱいありますやん。あれだからいろんなこういう建築のとこもあって下ろしていきはるんでしょうね。大変な仕事やな思って、ほんまにね、あんな積んでるいうことでしょ。一回積んだもん、あれそうやって何件も、あ、一件分であんだけしか減ってへんことはね、何件分、20件分ぐらい下ろすんちゃいます。あれはきついわ、あれはちょっとほんまにね、なかなか大変な仕事って思いましたわ。でそんなん現場のお兄ちゃん誰も手伝いまへんで、おっちゃん黙々と下ろしてあった、ほんまにね。だから私あの
トラックのトラック系 YouTuber ですかいうのよう見ますね。そのアーチャイとかね、アーチャイはトレーラーなんですよ。だから荷物はね鉄骨や言ってましたわ。だけどたかしチャンネルさんで言ってるんですよ。よう超えたね、100何キロある人。あの人はああいう積み方言うんですか、平積みって言うんですよね多分。そういうパレットに積んでリフトでガーッと上げてバーッと乗せて、下ろす時もリフトでガーッと下ろすんじゃなくて、もう一個一個直積みって言うんですかね、平積み言うんですかね、もう全部そのトラックにそのまま乗せて、下ろす時も全部下ろすのでね、向こうら専門でやってはるからね、簡単に言ってはるけど、要はここで見た通りですや。あれ全部積んで全部下ろすってほんまに重労働ですや。あれはほんまにすごいわ、ほんまに絶対できへんね我々にはね、ほんまに。そういう話でしたっていうかね、あのYouTube、まあ私もいろいろ見させてもらいますや。でそのアーチャイ、たかしチャンネル、これ両方とも大阪の方なんですね。やっぱ大阪の方はやっぱり見ますねんよ。あとね、誰やったかな、ゆかりん言うてね、最近また復活してきますわ。ゆかりん言うてね、何したいかな、同じ10歳以上年下かな、多分40後半の人で、なんちゅうかな、今は YouTube でねドガン売れてもうてあれなんですけど、昔はね一緒に勉強しとったんですよ。アフリエイト言ってね、また広告収入みたいな形の仕事を、仕事というか自分でそういうのを作って広告収入を得ようじゃないかいう、そういう勉強いうんかな、セミナーいうてんかな、講習塾っていうてんかな、だからそういうの一緒やってね。でまあまあねえ、その時はまたど素人ですや。そうやって売れればいいなあ思って夢見てみんなやるんですけど、そのゆかりいうのはほんまにねえ YouTube が当たってもうてもドカーン、今2万人以上いてるんちゃいます、多分。すごいね、ほんまにね、ほんまにすごいですわ。ほんでそれとは関係ないですけど、そのダニエル君って言ってますね、ボクちゃん、まだ20代かな、ボクちゃん、ダニエル坊やちゃいますね、ダニエル君ってね、多分ね1000人ぐらいの時、1000人も多分行ってない時かな、私も1000人も行ってない、ダニエル君も1000人も行ってへんぐらいの時かな、そのコメントが来てね、いつも 見させてもらってますみたいで、みたいなんでね、で僕のも見てください言って来とったんですよ。ほんで見たらダニエル君ね、当時はねどんな動画上げとったかな、なんか仕事何してやったかな、なんかようね一人でどっか行きました的なよう動画上げてましたわ。一人で遊園地行ってきたとかね、一人で公園でブランコ乗ってみたとかね、なんかそういうなんか一人で行動する系のなんか夜明けてやりましたわ。その子がね、いつの日かかな、もう 2年ぐらい前ぐらいかな、自分で商売いうか何でもやいうの始めはって、何でも言うてくださいやりますせー言うて、でそれをチラシ、自分でチラシ吸ってね、チラシをこうやって東京でねチラシ巻いて言うて、そういうの始めやったんですよ。そんなんね、さすがに最初からお客さんつきませんや。でそういうの全部動画に上げてやってね、今月も2件でしたわとかね、やっと5件行きましたとかね、売上何万円ですとかね、そんなんやってやったんですよ。でその時まだ収益化もできてなくてね、ほんで1000人は超えてんねんけど収益がまだですね、あれなんか再生時間とかうんぬんかんのあるんでね、まだ開けませんねんって言うとった彼がね、そのもうしばらく私も見てなかったんですよ。ほんならたまに上がってきますね関連動画で、で見たらね今何 ?2 万人超えてましたわ。先月だけで登録者数1万人増えまして言うてね、思って。ほんで売り上げもね、その何でも屋の売り上げもね、昔は5万円ですとか言ってやっとったんがね、
なんか60何万円売れました、ね、売り上げ。ええー、思って、すごいな、思って。だからね、その、ダニエル君が言うとったも、TikTok なんですよ、その、急に人気出始めた。何ヶ月ぐらい前かな、その頃はまだ私がコメントもね、そうそう、昔はね、そのダニエル君がね、コメントとか呼んでくれよったんですよ。破産二郎さんがね、コメントをまたくれはりました。って、いつも見てくれるんですよね、破産二郎さんとかね、動画の中で、ね、言うてくれとったんですよ。今はね、そんなこともうなくなってもうたやろうけどね。でね、ほんまにびっくりしました。その TikTok でなんか、急に伸びてね。で、YouTube のね、チャンネル登録も増えるわ、再生数も増えるわ、本業いうかね、その自分のお仕事もバーン増えるわね。すごいね。だから今まではシェアハウス言うてね、何人か共同で住んどったんが、今は自分で部屋は借りるわ、車も買うた言うてましたわ。すっごいな、思ってね。まさしく YouTube ドリームやね。そのゆかりんといい、ダニエル君といいね。ほんまに。馬、やらしいですわ。馬、やらしいですわ。羨ましいね。いや、言わんで。そこ言わんで。っていうことで。あと、そやね。誰やろ。同じ大阪でね、最近ほんまよう見てんのが、坂田恵子ちゃん。恵子ちゃんやったんかな、恵子さん。多分もう50超えてやんのかな。昔はなんかそういうジャズシンガーでね、売っとったんやけど、今はこう西成の三角公園言うてね、ややこしいところあるんですけど、そこでなんかライブしてはんのかな。でもえらい今人気になってもうて、もうすごいことになってもうて、もう超人気ですわ。だからもうあらゆるところでみんな、何、坂田恵子の動画ね、いっぱい動画撮らしてもらっていっぱいあげてますわ。私もちょっと西成行ってこうかな思ってね。で、恵子ちゃんにちょっと一緒に撮ってーなーみたいなやろうかな思ってね。まあそんな感じでね、何が当たるかわからんからね、ほんまに。まあおかげさんでね、私もいっぱい見ていただいてね、ほんまにありがたい限りなんですけど、もう一花咲かしたよね、ほんまにね。跳ねたいね。ね。って感じかな。こんな感じですわ。YouTube ドリームやね。西成ツアーはね、ほんま、しいたい思いつつね、もう何ヶ月も何年も経ったんやけど、もう今、昔はそんな普通の人なかなか近寄りがたいとこやったんですけど、今はもう、まあ、通天閣がね、ああいう風になって、あの辺もう恐ろしい、前言ったらしょんべんくさいとこやったんですけど、今はもう綺麗観光地になってもってね。だからその流れで西成、なんとかホテルもできましたよ。星野リゾートもできましたよ。だこっちは星野リゾートはドーンやけど、その横はまだまだね、そういうややこしいところなんですけど、言うてももう観光客がね、そうやって YouTube でその坂田恵子どうのこうのとかね、飲み屋の元屋さんの金ちゃんがどうのこうのとかね、ジョーブログがどうのこうのとかね、カメポバとかね、ウェーセイブーとかね、まあ、西成がこうなんちゅうの、もうほんまに怖いとこからね、ちょっとそうやっていろんな観光客が、そういう怖い地域、まだまだ怖い地域ですけど、言うても昼間はね、そうやって観光一びったお兄ちゃんらがね、遊びに来てるで、ホルモン食いにね、ホルモン食いに寄ってきてるいう感じで、だからさすがの私もね、ちょっと行きにくいんですよ。けど行きたいな思ってね。まあキンじゃないけど、まあまあコロナがね、落ち着けば行きたいなと思っとんですけど、はい。まあそんなこっちゃでね、いつの日か西成焼き鳥二郎とかあるんですよ。ほんでね、西成のそのややこしい地域にね、もうそこも行かんとあかんな思とるしね、焼き鳥二郎に破産二郎が来た、どこのおっさん、はぁみたいなことでね、はい。
100円のお好み焼きとかね、なんかいろいろあるんですよ、ほんまに。ということで、また気向いたら行きますわ、はい、はい、ということで、はい、今日はこれぐらいにしといたろうかということで、以上です。大きに大きにはばかりさん、バイならバイなら、バイじゃ、またね、またね、ま、またね、はい、おやすみなさい。いつも大きに、失礼します。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。